聞いてください。さよならエレジー。皆さんね、よかったら手拍子とかしていただけたら嬉しいです。オープニングトークに続きまして僕なんですけども、この後また網膜が出てきますので少々楽しみにしてください。今日先ほどフライヤーとか配らさせていただいたんですけど、今日花火大会らしいんですよね。皆さん知ってました？そう、花火大会、そう、浴衣で、ね、結構歩いてる方とかね、なんですか、学祭もこの時期にかぶってるみたいで、ね、そのみんなクラス T シャツが着てる、なんか僕的にもう2年前なんですかね、僕高校卒業したの2年前なんで、なんかもうそんなに経ってしまったんだなっていうちょっとショックを受けましたね。皆さんはこの後花火とかする予定とかありますか？見に行ったりとか。しいや、僕もね、その花火行く相手いないんで、毎年僕のおじいちゃんがマンションに住んでて、募集してるんですけどね、なんかいないですよね。いないよ、一緒に行きます？めっちゃ首振るやん、めっちゃ首振るやん。じゃなくて、僕のおじいちゃんがマンションに住んでて、そこのマンションでなんかガーデンパーティーみたいな年一であって、なんか小学生の子とかそこに住んでる子たちと毎年花火をするのが僕はこの時期の楽しみなんで、はい、楽しみなんですよね。だからちっちゃい子とかで楽しむと本当に花火とかすっごい楽しそうな顔でやるんで、もしなんか親戚とかいたら花火ぜひやってみてください。何の話だったね。何の話ですか、まあ、花火って言ったらそんな感じかなっていう話でした。すいません、続いてもう一曲歌いたいと思います。それでは聴いてください。僕が地球を救う。星は止まるから
けちゃった。Love, love.